いらっしゃいませありがとうございました Here yeah <sighs> 思っていいたより若いなそっちは京浜新聞社の伊達だ鈴木と東条会の癒着を追っていたふん。<laughs> あの有名な元刑事の分野かお前らも一杯やるかいや 沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってなああそれが原因で堂島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか何が言いたいお前とこの民家竜蔵互いに利害が一致してるってことだどういうことだ お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っているああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っているな,なんだとあんた何を言ってるんだあのリゾートがなければ。あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか。そうだな。だがそれはもういいんだ。もういい なぜ簡単だあの法案俺は初めから通す気がなかったからだ何だと聞かせてくれ沖縄の基地拡大とリゾート開発その全てについてうん俺もお前たちに頼みたいことがある 何を聞きたいんだ大悟を撃った犯人を知らないかそれは俺にも分からんそうかあの風間に似てるって男のことか 素も目的もさっぱりだからなああ待て風間だとそいつが堂島大吾を撃ったのか何か知っているのかうん。俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが教えてくれあんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ 風間ジョージ。お前のいた登場会の元幹部、風間組組長、風間慎太郎の実の弟だ。親やさんに、弟が知らなかったのか。ああ。そうか。やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはりああ。 両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟何者にも代え難い存在だったからな風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら桐生には話していそうなもんだがな仲がいいだの悪いだのは関係ないそういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだあの兄弟は。 どういういことだあの二人は決して交わることのない道に進んだからなまさか風間の弟の職業って警察だ元警察庁長官官房国際部国際課今の外事課の刑事だったそれってエリート中のエリートじゃないか <laughs> エリートか まあ、元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ。同じ釜の飯を食い、日本という国の未来を共に案じた人間が、かたやこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、かたやアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだあんたもしかして。ジョージと俺は、警察庁の同期。 唯一無二の親友だ何あんたと風間の弟は今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ仕組んだだと一体どういうことだ俺が計画の絵を描きジョージは組織を使ってそれを実行したじゃあ おやすさんの弟が大悟を撃ったというのも計画のためだったというのかおそらくは風間の弟の組織ってのは何なんだ今も警察の下で動いてるのか違うあいつはもう日本の警察の人間じゃないじゃあ今は何をあいつはアメリカの CIA アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ他に聞きたいことはあるか あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだうん俺の本当の狙いそれは世界で暗躍する組織の正体を暴きその組織を潰すことだ利権絡みのマフィアか何かかそんな簡単なもんじゃない俺が追いかけているのは通称ブラック・マンデーと呼ばれている組織だ ブラックマンデーそれってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのかさすがは分野だよく知ってるな1987年あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団通称 ブラックマンデー俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けたブラック・マンデーの正体を知るためだとどういうことだ知っての通り基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だその開発の裏では超単位の金が動いている 設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶。沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は、他のどの国が逆立ちしても売ることができない、最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば、中東を含めたアジア一帯の国々は、 今後十数年、日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に日米共同開発の BMD は、世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだ。と、一応世界的にはそういうことになっている。一応だとああ、そうだ。そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ 世界最新の兵器開発。それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさか、その欲しがってる奴ってのがブラックマンデーその通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら、世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。 やつらが指をくわえたまま見ているはずがない新 BMD はブラック・マンデーをおびき出すための餌ってことか沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラック・マンデーってやつを誘い出すためのダミーだったとダミーとはいえ俺は本気で法案を通す形が必要だったそのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し やつに利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外、全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だが、あんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ。 ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだじゃああんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことかそんなものは小アッパの政治家気取りが欲しがるもんだ俺には全く興味がない、うん、だがアメリカも関わるほどの大がかりな作戦 あんた一人で実行できるもんじゃねえだろその通りだそれについても話しておかなければならんな他に聞きたいことはあるか あんたの頼みたいことってのは何なんだ2二人の男を救ってやってほしい誰なんだそいつらは1人は俺の秘書だった男トーマ秘書だったって何で過去形なんだトーマは2週間前勝手に俺の秘書を辞めたよどうしてだ ーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまっただからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄ったそれは誰だ極道だよ何東上会直系白鵬会会長峰義高だ峰がおいそれはどういうことなんだ こうなった以上、当麻から峰に秘密が漏れる危険が高い。その前に、あいつは当麻の口を封じようと動くはずだ。あいつそれがあんたの言うもう一人の男か。そうだ。そうならないよう、あんたに止めてほしいんだ。その男とは、風間ジョージだ。

その男が CIA の諜報員として日本で活動していると例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだじゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り今はアメリカのために活動しているとああ だからそんなやつがどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだやはり大悟や中原といった人間を撃ったのはおやすさんの弟なのか分からんだがその可能性が高いなぜそんなことを今回の一件 CIA の諜報員への命令は1 沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラック・マンデーの動向を探ること2そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること排除だその任務のために土地買収を断った人間を撃ったとああだが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。 すでにお前も何度か命を狙われているはずだまさかあの黒スーツの男たちそうお前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だお前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからなそれじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ おやさんの弟はどうしてどうして日本人なのにそこまでしてジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ全てお前らに話しても分かるまいが今から30年前日本という保守的な国家で 警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東場会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのが、アメリカという国だった。能力があれば、 国籍や人種を問わない自由の国でジョージは新たな人生を手に入れたんだだから CIA のためならばどんなことでもやると他に聞きたいことはあるか 馬が基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があの峰だというのかそうだその話はおかしいな死んだ柏木の話によればリゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間それに風間とつながってる搭乗会の組織ってことになるはずだ だが事実はそうではないそもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来リゾート開発の土地買収は行われていなかった何だとじゃあ何で風間は中原を打ってまで土地の権利賞を奪ったんだ基地拡大法案を進めるためだリゾート予定地の買収が進まなければ同時に基地拡大法案も止まってしまうそうなれば ブラックマンデーの尻尾がつかめないだから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い土地の買収を推し進めようとしたんだ登場会を使ってかああ CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い土地買収の協力を持ちかけただが大吾は土地の買収を断った だかからたたれたのかそういうことだそして東間は峰にリゾートの土地買収の話を持ちかけた東間はリゾートの利権その全てを峰に渡すという条件で協力するよう求めたんだろう利権の全てを渡すだとそんなことして東間に何のメリットがあるんだ東マという名前からやつが沖縄の人間だということは知ってるな 1> あ1年前直接本人から聞いた今から3年前当麻は沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れたそこで当麻は沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り沖縄のためになるならと喜んで働いたあいつは。 沖縄を豊かにししたたいいと話して当麻の目的は最初から沖縄の発展しかないあいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも基地拡大まで共倒れにならないよう俺を搭乗海の堂島に引き合わせ丸く収めさせただがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて。 リゾート開発計画のことしか頭になかったんだじゃあ当麻は堂島大悟とあんたを引き合わせた時に登場会の連中峰とも知り合ったというのかだがやつは1年経って法案がフェイクであることを知ってしまっただから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬会にすり寄っていった当麻と峰は互いの利害が一致して手を組んだんだ なるほどなだがあれだけ六代目に忠実だった峰が登場界を裏切ろうとしていたとはな峰という男はよくわからん今回の一連の騒動で登場界の事実上のトップはあの男のはずだ黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか <laughs> 沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネそれに CIA とあんたの目的ようやく絵を描いたやつが見えてきたなジョージを止めてくれ止める ?CIA の任務を止めろってのかそうだ トーマを守ってやっててやほしいどうして CIA はトーマを殺す必要があるんだやつは知りすぎたんだこの法案の裏に CIA が関与していることもそして法案がフェイクだということもなじゃあ CIA はそのことを封印するためにああ 俺はトーマを殺したくはないできればあの二人を助けてやりたいんだでもトーマはあんたの計画を邪魔した男だろどうして今になってかばうようなこと強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱くそしてそれを実現する俺の恩師が教えてくれたことだ トーマは純粋でまっすぐだあれはいずれ良い政治家になるでもそれだけでそれだけじゃねえんだよ伊達さん,んこのおっさん食えないヤツだが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだそうなんだろう <laughs> 分かった今ーマを止めれば土地買収も終わるお父さんの弟には返さなきゃならない借りもあるからなやってくれるかあんたのためじゃない俺はただ朝顔を失いたくないだけだいいだろうじゃあ。 お前がトーマをジョージから守ってくれたら沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める約束しようトーマは今どこに沖縄だ地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ <laughs> 日本の極道にもまだこんな男がいたとはな だが問題はここからだん何かあったのか鈴木の SP だ何すでにトーマが手を回していたようだどうする気流行くしかないんだろうなそうなんだろうああそうだ行くしかないあの SP とやら どこまでやっていいんだあの SP はあくまで鈴木の紙幣好きに暴れて構わん暴れた責任は取ってやる一つ聞きたいんだがなんだあんた興味ないって言っていたが政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのかじゃあ逆に聞くが、組長 ってのはなりたいと言ってなるものなのかトップとは何かをなしそれを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう違うか <laughs> 確かになよしいくかああ れすげえ数だぜ。だってさ、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。何だとあんたは記者だ名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ。もし俺が捕まったら。マジマの兄さんにあんたから、今聞いたことを伝えてくれ。キリュウ。頼んだぞ。 Yeah! <laughs>